前科3番893番ちょいき太郎です。本日のお話は ISS インターナショナルシークレットサービスのお話をしたいと思います。まあ、知らない、今の皆さん知らないと思いますが、かつてこのような反社会組織があったんですね。まあこの反社会という言葉もない時です。会長、坂本会長が作った組織なんですが、いわゆる暴力団、ヤクザの破門者、絶縁者を集めて作ったっていう組織なんですね。まあ本人、坂本会長本人自身も広島共生会を破門されたということみたいですね。で、活動拠点は広島、兵庫、東京。まあいわゆる薬物関係っていうことみたいだったですね。この坂本会長自身は今、無期懲役で服役中です。で、犯罪の略歴って言いますと、2000年にテレホンクラブのリンリンハウスに火炎瓶を投げ込み死傷者を出す、それは構成員がやったことの使用者責任だと思います。で、2004年に広島東警察署に銃弾を撃ち込む。で、その同2004年10月に広島市内の不動産会社に銃弾を撃ち込むと。で、2005年に覚醒剤をフィリピンから輸入っていうような、ざっと大きなところ、このだけでもそれ、その他のことで言ったらもう数知れない犯罪を構成しているわけですね。まあここで特筆するのは、警察に向けて、発砲した。まあそういうこともあったんです。で、この活動している時に私、たまたま長い間、拘置所にいたんです。で、なぜ拘置所にもいて、なぜ拘置所にいて、それを知った、この ISS の活動を知ったかって言ったら、当時、ナックルズとかブーカとか、そういう、反社会系の雑誌だったと思いますが、もうそこにカラーページでデカデカと出て、この ISS の特集だったんです。そういう新しい雑誌に、センセーショナルに登場してきたんです。それも、本人、会長を真ん中に据えて、数人の若い衆、構成員が上半身裸で入れ墨を、しっかり仕上がって入れ墨で、全員真ん中にその坂本会長の名前を入れてるんです。これは衝撃的でしたね。我々の中でも、なかなか親分とか大門とかって入れないんですね。っていうか、その親分、兄貴分が思いやりがある人間だったらさせないんです。させないんです。どうなるかわからない。で、あまり名前って入れるなって、全員、その数十人がそういう形っていうのは衝撃的でした。しかもそれが、どこの組にも属してない。元どっかの、どっかっていうのはわかりますけど、そういう形じゃないし、ヤクザ組織ではないと。自分たちは、今までの既存の関係とか、そういう、今までの、そういうものにさ、縛られないで活動するんだ、というようなことが書いてありました。うわ、これは、時代は変わったなって思いました。で、私も接見禁止で本だけはちゃんと購入して書いたわけです。そうしてるうちに、その雑誌が出ました。活動しています。で、逮捕されます。収監してる間に、私が収監されてる間に、無期懲役に、なっていくっていうことで、結局、その組織は壊滅していったということなんですが、まあ、今でこそ、その反社会だとか、暴走族が、そういうものに認定されるとかっていうこともあったんですけど、もう、それの走り、そういうことが、今までの枠とは違う、暴力集団が結束して、実際に、警察、対警察に、完全に牙を剥いたっていう、特筆する、その事件だったんです。で、まあ、その、実行行為、その、リンリンハウス、というテレフォンクラブに火炎瓶を投げ込んで死傷者が出たっていうことは間違いない事実で、やった人間は当然なんですが、実際そこの使用者責任だとか、そこの共謀事実だとか、本当のその証拠関係っていうのは、まあ結構争われたっていう内容だったと思います。実行行為と共謀事実がなくても、お上が認めてしまって起訴してしまえば裁判上でも有罪になるという、いいとか悪いとか言ってるわけじゃないですよ。
それが現実なわけです。通常の堅気の人とか一般の人がそれをけど、今までの判例とか、要するにその起訴内容、証拠のことから言ったら、当然有罪にできないようなことでも反社会ということで、なっていったっていうようなことの一番わかりやすい典型だったんじゃないなかろうかと思います。しかも私たちの感覚で言ったら、彼がやっている、持っている組織はあくまでも片木の人たちの不良集団であって、それっていうのはどこの町にも正直ってあるわけですよ。破門絶縁になったり、ヤクザをやっててももうやめちゃったとか、そこは出入りはしてるけど正式に組員になってない人たちが賭博行為、薬物恐喝、企業恐喝っていうようなことをやっているのはどの地域でもあるわけです。どの町でも、それが大小別として、そういったことの枠から出て、しかもマスコミに出て顔写真を載せてしまうっていうことの危うさと危険さっていうのを感じたのは私が覚えている。こういったことが今後出てくるのかもしれない。あまりにも締め付けと、あまりにも法律が強すぎる。でも必ずそこから出てくる人間が違う形態で、今度はもうこういうことがあったらマスコミには絶対出てこないです。名前もわからない、実態もわからない犯罪が構成され、それが実行されるっていう世の中になるのが恐ろしいと思います。